どうも皆さんこんばんは、エネムです。今回は最近特にコメントの多いエネムの占領ポイントの稼ぎ方についてお話ししていこうかなと思います。まず結果から言いますと、派遣しかほぼほぼ派遣しかしていません。集会はその時開催されているイベント、今なら前の伝説、それと最強降臨、今回はひなみですね、集会はそれだけです。それもですね、報酬、集会報酬がもらえる回数までしかほぼほぼやらないです。チケットの回収もあるんですけど、それは時間があったらやります。それだけで占領戦ポイントを達成できるの？できます。ただ始めたばかりの初心者にはきついです。なぜなら、派遣キャラが重要になってきて、派遣キャラをたくさん所持していればいるほど派遣、占領戦っていうのは楽になります。なので大切なのは派遣キャラ、主に占領ポイントに倍率がかかるアビリティを持った、派遣キャラが大事になってきます。これをね、いかに複数体所持しているかで、派遣回収時に得られるポイントの数が全然違ってきます。こちらすべてのクをですね、派遣一気に回収した時のポイントのスクショなんですけど、だいたい50万、55万程度ですね。フレンドキャラはポイントに倍率がかからないキャラを選びました。次にフレンドキャラを占領戦ポイント2倍効果持ちの、ハロウィンカネキかな、そうハロウィンカネキを使った時、約125万獲得できています。今回の占領戦の到達ノルマが、2000万ポイントなので、だいたい16分の1のポイントが1回の派遣回収で、獲得できています。僕日中は仕事でスマホを触れないこともね、多いんで、絶対に派遣回収できる回数っていうのが、朝起きた時と昼休みと仕事終わりと寝る前の、4回と仮定して、だいたいね16回回収すれば2000万ポイント到達できるんで、4日、丸々4日あればとりあえずは今回のポイント全部回収できるんですよね。で、派遣キャラもね全然強化できてないんで、この125万っていう数字はもっともっと伸びていくし、この先ねノルマライン、今2000万ポイントで、1週間2000万とかもあるんだけど、このノルマラインが引き上げられない限りですね、占領戦を超えるたびに、時間が経つにつれね、いろんなキャラクターを手に入れるたびに、どんどん派遣、占領戦がですね楽になっていくと思います。これが僕の占領ポイントの稼ぎ方です。僕時々ですね、派遣ガシャ確定枠まで回すぞっていう動画出してますけど、派遣キャラってインボークにおいてプレイヤブルキャラより、大切ですからね。インボークの目玉イベントともいえる占領戦ですが、僕のコンセプトとしては、いかに楽して、無理せず、報酬全部回収するか、そして、促進剤の回収でプレイしてるんで、ランキングに乗ることは考えていません。多分時間的にも不可能に近いと思います。時間がない中で報酬だけはしっかり回収したいですよね。でアドバイスとしては、フェスに石砕くより優秀な派遣キャラが登場したとき、重ねるなり、複数体確保しておくなりした方がいいですよということを、僕はアドバイスとして言っておきます。ちなみに最近開催されたお正月派遣ガシャでは、ウリエとムツキがなかなか良かったですよね。動画内でも狙っていましたが、残念ながらウリエしか引き当てられませんでした。では今回ですね、以上となります。効率とか攻略とかそういう話ではなく、単なる僕のやり方なので、何かね、今後の参考になれば幸いです。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。